うなずき温泉事件、第2644号妨害排除、請求事件、大審院、昭和10年10月5日、判決民衆14巻1965ページは、日本、富山県下新川郡内山村のうなずき温泉で、起きた民事事件である。権利乱用について、大審院が初めて明確に判断した判決である、ため、民法上重要な判例の一つである。なお 震源後期係松事件という先例が存在している。宇那月温泉では7 5トル先にある黒投げ温泉から地下に埋設させた木製の陰頭管を使いを引いていた。この陰頭管は大正6年に A 社が当時の価格で30万円を費やし埋没させる土地の利用権を優勝ないし無償で獲得して完成させたものである。しかし、 この引頭館は途中で利用権を得ていない高土地を二つ分だけ経由してしまっていた。この土地は B の所有する112坪のおつ土地の一部であるが、112坪のおつ土地全体は利用が非常に難しい休憩者地にあった。その後、この引頭館はうなずき温泉域の鉄道を所有している黒部鉄道によって営まれていた。また B は 陰頭管が経由している二つぼを含めた112つぼの、おつ土地全体を一つぼあたり26銭で、X に売却していた。おつ土地を買った X は、不法選挙を理由に、黒部鉄道に対して陰頭管を撤去するか、さもなければおつ土地の周辺の土地を含めた計3000つぼを一つぼ7円、総額2万円余りで買い取るよう求めた。 黒部鉄道がこれに応じなかったため、X は黒部鉄道に対して、妨害排除請求として、引頭管の撤去等を求めて提訴した。第1.2審は、X の請求を退けたため、X は大審院に上告した。大審院は、権利の乱用という文言を、判決文中で初めて用い、X の請求は、権利の乱用に当たるため認められない、として、 請求を帰却した。すなわち、利用価値のない本件土地は原告にとって何ら利益をもたらさないのに対し、請求を認めて、陰頭管を撤去すれば、うなずき温泉と住民に致命的な損害を与えることになる。このような結果をもたらす、所有権の行使に基づく請求は所有権の目的に反するものであり、権利の乱用であって、権利行使が認められない、とした。 判決に影響を与えた事情としては、以下の事情が指摘されている。現地にほど近いうなずきダム、うなずき湖畔に、うなずき温泉木管事件費が混流されており、高岡放課大学学長だった吉原節夫による解説文が付されている。ありがとうございます。